大塚明は、大分県別府市出身の元プロ野球選手。別府羽根室大高校から1993年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに3位で指名され、内野手として入団。当時の背番号は65。1994年には、遊撃手として2軍で34個のエラーを記録。当時は逃げ出したい一心だったという。1997年、34盗塁を記録し、 イースタンリーグトーレ用を獲得。外野手に転向し、一軍初出場を果たす。1999年に、背番号を23に変更し、低打率ながら、しばらく3番打者を任されるなど、素材としては期待されていたが、同期や後輩が揃って、高畑道広志打撃コーチの指導のもと眼してゆく、中、取り残された。また、右肩通や2003年の、 左室外部人体断裂など毎年のように故障にも苦しんだ。2005年にはスタメン、ダイソー、守備固めなどで出場試合数は96に増加。外野手部門の守備率ではリーグトップの成績を残した。2006年は開幕から不振に陥り、109試合の出場で打率。242、10打点に止まった。9月23日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦では、キャリア初のサヨナラヒットを放った。2007年は度重なる故障と守備の良い早川、大輔がレギュラーに定着したこともあり、主に守備固めで49試合出場、打率、152に終わった。2008年7月25日の対福岡ソフトバンクホークス戦で6回裏途中から初めて一塁種の守備についた。 サブローの負傷や早川大輔の不調などもあり、103試合に出場、3年ぶりの本塁打も放った。この年国内 FA 権を取得したが、行使せず12月16日に来シーズン契約を結び残留した。2010年11月21日千葉マリンスタジアムにて、引退セレモニーで、福浦和也選手から花束を渡される、大塚明選手2010年2月、 左膝半月板の内視鏡使用一部切除手術を受ける。8月19日に球団から2010年シーズン限りの引退と2011年シーズンからのコーチ就任が発表され、退団する大多研機に代わって二軍外野守備総類コーチに決定した。2010年10月2日のファーム日本選手権では一類ベースコーチを担当した。10月8日、任意引退選手工事。 11月21日の優勝報告会で引退セレモニーが行われ、同期である、諸角賢治、福浦和也、小野慎吾、家族から花束が贈られた。セレモニーの最後には、グラウンドにいた大勢のファンから胴上げされるというサプライズがあった。2012年シーズンから一軍、外野守備総類コーチに就任。背番号は80。2013年シーズンより二軍。 外野守備ソウコーチに配置転換。2018年からは再び一軍、外野守備ソウコーチに就任する。現役時代あらかじめクロス気味に構えるフォームで、右打ちのうまさに定評があり、甘いボールをスタンドまで運ぶパンチ力も持ち合わせている。外野守備は、感が鋭く、安定感がある。また、守備範囲や肩の強さにも定評があった。後年はの影響で肩が弱かったが、 補給から送急までの速さを高めることでカバーした。2012年7月8日、千葉マリンスタジアムにて公式ページには、馬のことを語る専用ページがあるなど、競馬好きで知られる。手術後、野球において必要とされる最低限の筋力を維持するため、年に数回、アナボリックステイロイド剤の関節注射を右肩に打っている。日本球界において、 医療目的のステロイド剤注射が許可されている数、少ない事例である。2003年までのヒッティングマーチは、山手線の駅を上野から大塚まで歌うもの。2004年のヒッティングマーチは、大塚愛のサクラんぼだった。2005年以降は、ゴーゴー大塚明の大塚明体操が主流。またチャコールフィルターの、ブランニューマイセルフ僕にできることを、打席登場曲として使用していた。 引退セレモニーの際も記念映像の BGM として使用されていた。2007年シーズン終了後に漫画を制作することを発表した。2005年から大塚自身が書き留めていたものが採用されたもので、これはプロ野球現役選手初の試みである。2008年7月5日、ホームでビジターの黒ユニフォームを着用してプレイするというビジターナイトデーが行われたが、 この時に一人だけ通常のホームユニフォームを着用、ウグイス城、ヤホエミの場内アナウンスで初めて気づくというハプニングがあった。2008年7月25日の対ソフトバンクホークス戦では6回裏の守備から一塁手として出場した。内野手としての出場はこれが最初で最後となった。このことについて当時のブログで 一度でいいから内野手として一軍の試合に出たいと実は思っていた。そんな厚かましい夢がこんな形で叶うとは夢にも思わなかったと述べている。ありがとうございます。